平野翔のカリスマ炸裂。渋谷駅の巨大広告がファンの心をつかむ理由。東京の新生地誕生平野翔のワンジュンギョヘアー広告が渋谷駅をジャック。渋谷駅 B2F の東京メトロ渋谷プレミアムセットに掲出された平野翔さんを起用したワンジュンギョヘアーの広告が最近大きな話題を呼んでいます。この広告キャンペーンは 暖色を基調とした優しい雰囲気とモノトーンのクールな雰囲気を対比させることで、平野さんの異なる魅力を引き出しています。広告の設置場所やそのビジュアルの魅力が多くの人々の注目を集めていますが、そこには単なる視覚的な魅力だけでなく、平野翔さんが持つカリスマ性とファンとの深い絆が反映されています。私もこの広告を見に行く機会があり、その圧倒的な存在感に感動しました。 渋谷駅地下の広いスペースに巨大な広告が掲示されており、平野さんの優しさとクールさが見事に表現されています。広告は単に商品を売るだけでなく、平野さんの多面的な魅力を伝える役割を果たしています。そのため、多くのファンがこの広告を見に集まり、写真を撮ったり SNS で共有したりしています。特に、東京以外に住むファンからは、全国が東京だったらいいのにな。 という声も聞かれ、広告が設置されている場所が一種の聖地のようになっています。広告が設置された場所は、渋谷駅の地下通路や池袋駅のサイネージなど、都内の主要な駅に広がっています。これにより、多くの人々が日常的に平野さんの広告に触れる機会が増えています。特に、渋谷スクランブル交差点のビジョンに映し出される平野さんの姿は圧巻で、 多くの通行人が足を止めて見入ってしまう光景が見られます。私自身も渋谷駅地下の広告を見に行った際に、平野さんの広告を背景に写真を撮ろうとする多くのファンと遭遇しました。彼らの熱心な姿勢は、平野さんの人気の高さを物語っています。また、平野さんの広告が多くの場所に掲示されていることで、ファン同士の交流も活発になっています。SNS やブログを通じて、 広告の場所や見どころを共有することで、広告を見に行くための情報が広まり、ファン同士の絆が深まっています。特に、広告が一日に何度も繰り返し放映されるため、タイミングを合わせて見に行くファンも多く見られます。このようなファンの行動は、広告が単なるマーケティングツール以上のものとなり、ファンコミュニティの形成に寄与していることを示しています。ワンジュンギョヘアーの広告キャンペーンは、 平野翔さんの魅力を最大限に引き出すと同時に、ファンとの新たなつながりを生み出しています。広告のデザインは、平野さんの優しさとクールさを対比させることで、多面的な魅力を表現しています。このような広告の成功は、単に視覚的な美しさだけでなく、平野さんの人間性やファンとの絆が反映されているからこそ実現できたものです。平野さんのファンは、 広告を見に行くことで彼との距離を感じることなく、彼の魅力を再確認しています。特に、広告が掲示されている場所は、日常生活の一部となっており、通勤や通学の際に自然と目にすることができます。そのため、ファンは日常的に平野さんを感じることができ、彼との絆を深めることができます。広告は単なる商品プロモーション以上の役割を果たし、 ファンとの感情的なつながりを強化しています。さらに、広告キャンペーンが広がることで、平野さんのファンベースも拡大しています。広告を目にした新しいファンが彼の魅力に惹かれ、SNS やブログで彼について調べるようになっています。これにより、平野さんの人気はますます高まり、多くの人々が彼の活動をフォローするようになっています。広告は彼の既存のファンだけでなく、 新しいファンをも引き込む力を持っていることがわかります。この広告キャンペーンは、ワンジュンギョヘアーにとっても大きな成功です。平野翔さんの持つ影響力とファンベースを活用することで、ブランドの認知度と好感度が飛躍的に向上しています。広告のデザインと戦略が見事にマッチし、ブランドのイメージアップに寄与しています。特に、平野さんの多面的な魅力を引き出すことで、 製品の多様性と品質を効果的にアピールしています。これにより、ワンジュンギョヘアーは多くの消費者から支持を得ていることが伺えます。私自身、渋谷駅の広告を見た時の感動は今でも忘れられません。広告の前に立つと、まるで平野さんがそこにいるかのようなリアルな感覚を覚えました。彼の優しい笑顔やクールな視線は多くの人々の心を捉え、 日常の中に特別な瞬間を提供しています。この広告キャンペーンを通じて、平野翔さんの持つ魅力とワンジュンギョヘアーのブランド価値が見事に融合し、多くの人々に感動と喜びを与えていることを実感しました。この広告キャンペーンがこれほど成功した背景には、平野翔さんの持つ魅力とファンとの絆、そして広告デザインの素晴らしさが挙げられます。彼の多面的な魅力を引き出すことで、 広告は単なる商品プロモーション以上の役割を果たし、ファンとの感情的なつながりを強化しています。また、広告が設置されている場所も非常に戦略的で、多くの人々が自然と目にすることができるため、ブランドの認知度が向上しています。これからも、このような魅力的な広告キャンペーンが増えることを期待しています。平野翔さんの持つカリスマ性と広告デザインの力が組み合わさることで、 さらなる感動と喜びを提供することができるでしょう。そして彼のファンベースはますます拡大し、多くの人々が彼の魅力に惹かれていくことを楽しみにしています。広告キャンペーンは単なるマーケティングツールではなく、感情的なつながりを生み出す重要な要素となり得ることを、このワンジュンギョヘアーの広告が証明しています。このように、 広告キャンペーンが感情的なつながりを強化する役割を果たしていることは明らかです。平野翔さんを起用したワンジュンギョヘアの広告は、視覚的な美しさだけでなく、ファンとの深い絆を感じさせるものとなっています。広告のデザインは、彼の多面的な魅力を引き出し、見るものに強い印象を与えています。この広告キャンペーンは、単なる商品プロモーションを超えて、 ファンとの感情的なつながりを深める重要な要素となっています。特に印象的なのは、広告を見た人々がその瞬間を SNS やブログで共有することで、さらに多くの人々にその魅力が伝わっている点です。例えば、池袋駅のサイネージや渋谷スクランブル交差点のビジョンに映し出される平野さんの広告は、毎日のように多くの人々が写真を撮って SNS に投稿しています。 これにより、広告の効果は単なる視覚的なインパクトにとどまらず、広範なデジタルコミュニケーションの中で拡散され、多くの人々に共有されています。さらに、この広告キャンペーンは、平野翔さんのキャリアにも大きな影響を与えています。彼の魅力が広告を通じて、新たなファン層に届くことで、彼の知名度と人気がますます高まっています。彼の多面的な魅力を表現することで、 これまで彼を知らなかった人々も彼のファンになり、彼の活動をフォローするようになっています。広告は彼の新しい側面を引き出し、多くの人々に彼の魅力を再発見させる機会となっています。この広告キャンペーンの成功は、広告業界にとっても大きなインパクトを与えています。平野翔さんのようなカリスマ性を持つ人物を起用することで、 広告が持つ力を最大限に引き出すことができることを示しています。広告のデザインや設置場所、メディア戦略など、細部にまでこだわることで、単なる商品プロモーション以上の成果を上げることができることを証明しています。私自身、渋谷駅や池袋駅で平野翔さんの広告を見た時の感動は忘れられません。広告の前で立ち止まり、彼の優しい笑顔やクールな表情に見入ることで、 日常の中に特別な瞬間を感じることができました。このような広告キャンペーンは、単に視覚的な美しさを提供するだけでなく、感情的なつながりを生み出す力を持っています。広告が持つ力を最大限に引き出すためには、単なる商品プロモーションにとどまらず、見る者の,の心を動かす要素を取り入れることが重要です。